おはようございます。今日はね、多分3月の20日だと思います。2017年の3月20日。ここは奈良市内、まあ、割と興福寺の池のほとり近いところにある、ゲストハウス、3000円ぐらいで泊まれたのかな？それより安かったかな？不思議な朝ごはん食べてますね。板チョコが乗ってるパンですけども。街中でこんな面白い川、素敵な川がありましたので映しました。本日は奈良駅から奈良県内を再び移動し、最終的には和歌山市まで向かう予定となっています。もう今11時ですね。ぐっすり寝たんでしょう。今日は割とゆっくり落ち着いた日です。お金なかったけど、名物のこれは竜田揚げですね、セブンイレブンで買いました。さて、ここから先、これは桜井線という路線ですが、奈良の街中を抜けていく、まあ、結構ね、いい路線だと思いますよ。20分旧型電車に揺られまして、到着したのは天理です。この天理というところは奈良同様に宗教の街であります。まあ、奈良はやっぱりお寺の街ですけども、天理はここはですね、天理教、まあご存知ですかね、日本でおそらく三大信仰宗教、まあ伝統的信仰宗教と言われるのが天理教と黒住教と、あともう一個はなんだっけ、金光教だ、紹介したのにね、すぐ出てこなくて申し訳ないんですけど、ということでここにも来たんですが、天理教はね、私知り合いにも結構天理教を信仰されてる方がいまして、でお勤めっていうのがあって面白いんですよね。歌を歌ったりするんですけども、それをお勤めをするようなね、場所なんかは見学させていただきましたよ。本部の中へ入ってきてね、まあ、撮影はちょっとできないと思うんですけど、これ見学させていただいてもよろしいですかって警備の方に聞いたらね、大丈夫ですよ、どうぞご覧になっていってください、そういう風にね、親切にしていただいたのでした。で、この回廊みたいなところとかもね、歩かせていただいて、とても貴重な経験になりましたね。天理教についてはこの動画本編の方で詳しく紹介してますんで、まあ、もし興味がある方は見てみてください。別に天理教を皆さん信仰してくださいとかそういうことは言いません。私も別に特に信じてるわけではないですしね。さて、天理駅に戻ってきまして、引き続き奈良の見物をします。これ団子だな。確か1本70円で売ってたんですよ。ちょうど桜井線の列車が来ました。ここからまたさらに20分、この辺はね、いろいろと面白いところがあるんです。桜井線は1日乗るだけでも楽しめると思いますが、到着したのは漢字読むのが難しいうねり駅です。無人の駅なんですが、随分立派な作りの駅です。ここはですね、後期2600年、昭和15年だったかな、天皇陛下が、初代の天皇が即位し、まあ、いわゆる天皇制というものが始まってから2600年が経ったという時にですね、記念の大事業がありましたんで、この後ろ、白い壁があったところには皇室の方がご利用になる貴賓室というものがあったし、それからこちら建物財産表にも昭和15年2月、これ多分後期2600年の即位の日に近いんじゃないですか。多分その頃にね、駅を相当大幅にリニューアルしたんじゃないかと思います。近鉄電車に乗りまして、向こうに見えておりますお山、あれが初代の天皇と言われております神武天皇のお墓のあるところです。さて、橿原神宮前というところまで近鉄電車に乗って移動してきました。ここはですね、後期2600年ということでいろいろこう書いてありますけれど、かなり壮大なところでありまして、初代の天皇神武天皇がこの地に即位をし、まあ、自分の都というか居場所を構えたということになっておりますので、ここにはこのような壮大な神社があるわけです。紀元2677年って書いてありましたね。その即位から2677年の月日が流れましたよということが書いてあります。まあ、2017年の時でそうでしたから、もっと今では過ぎているはずですけども、これがその壮大な橿原神宮の中ですが、なかなか立派なすごいところですよ。でね、これね、2月11日の建国記念の日に行ったんですよ。その日が、神武天皇の即位した日ということで言われてるんですけども、前に2月11日に行ったらね、まあ、右翼と呼んでいいのか分かんないですけど、政治思想は分からないからね、ただすごいしっかりしたね、制服みたいな着た方がここへ大勢いらしてて、大きな日の丸持ってね、天皇陛下万歳っていっぱいやってました。あれはすごい光景だったな。まあこの日は別に普通の日だったんで、ただ神社がそこにあるっていう感じでしたけどね、ああ立派な神社だと思って、それはなかなかびっくりしたものでした。さて、それからしばらく自転車を借りてですね、橿原神宮前から自転車で30分ぐらい行ったのかな。今度は全然違うところですけれど、飛鳥というところにも行きました。なかなか面白い、聖徳太子の時代なんかにもね、よく話になりますけども、これが日本で一番歴史のある、仏像だったかな、一番歴史のある大仏だったか、私もちょっと詳しいことは今忘れてしまったんですけども、飛鳥寺にあるお釈迦様の像です。いや、これは立派ですよね。古さがなんか伝わってくるもんな。もう日本にまだ仏教というものがそこそこ染み渡っていなかった。どちらかというと、まあ、外来の宗教というかね、信仰宗教みたいな、神社の方が2600年とかそんぐらいあるわけで、日本では歴史のあるものなわけですよ。で、仏教は対して日本での歴史というのは、まあ、1500年ぐらいかと思いますんで、神社の方が1000年ぐらい日本では先輩なわけですが、その日本に外来の教えとして仏教が入ってきたばかりの頃の仏像が置いてあるわけですよね。相当これ貴重なものだと思いますよ。それほどこの飛鳥寺が大きなお寺ではないんですが、
こんなに昔からいろんなものがあったんだ、いろんなものっていうかね、まあ、ああいうものがついに始まったらその瞬間のものがちゃんと残っているというのはすごく貴重なことなんじゃないかと思います。ちなみに橿原神宮からここまではね、相当移動してて距離があったかと思いますよ。もうさっき自転車で30分とかなんとか言いましたけど、上り下りもあったしね。まあただ飛鳥の方までは確か鉄道も通っていたかと思いますんで、結構ね見て楽しいところです。あ、大昔の日本となんかそれほどここら辺は変わってないんじゃないかとかね、この景色を見ていただいても分かると思うんですけど、見ていてなんか落ち着いて楽しめる、歴史好きの人にも人気のあるところだと聞きました。さて橿原神宮に戻ってきて食べておりますのは柿の葉寿司です。奈良の名物といえば柿ですけども、柿食えば柿が鳴るなり法隆寺、そんなことも言いますけどね。それでですね、まあ、橿原神宮の前からまた戻ってきたわけですが、お金はね全部で500円ぐらいしか使ってないですよ。自転車借りるのも確かほぼお金かかんなかったし、近鉄電車も短い距離ですから、まあ、800円ぐらい使ったかな、そのぐらいです。さて再び桜井線に乗車、そして途中田原というところから和歌山線に乗り換えて最終的に和歌山まで向かいます。これね良かったですよ。117系が来たんですよ。これ現在では引退してしまったんですけども、まあ急行とかにも使おうと思えば使えるぐらいしっかりとした作りの電車、快適でしたね。そして和歌山県庁の所在地和歌山に到着です。この日は和歌山で基本的に終わりなんですが、なんかすごい風が吹いてるみたいですね。大変なことになってるな。ここから先はただもう少しだけ君井寺というところまで足を進めます。まあ、なぜかというと和歌山の街中にネットカフェがね、あまり安いのが確か当時なかったのかな。でそれで移動して君井寺駅のところにある、まあ、割と安めのネットカフェにて今日は休まろうということになったわけです。さて、翌日は3月の21日になるんじゃないかと思いますけども、おはようございます。旧型電車117系が通過するここは君井寺。翌朝、じゃあそのお寺の名前にもなっている君井寺にちょっと早く起きて行ってみようかなと思って来たのですが、すごいですよね。立派な11面観音、大きい。これはかなりつまり新しいわけで、見ても歴史は感じませんけれども、ただ古いだけが仏像の良さじゃないと思いますからね。この君井寺ってところはとっても良かった。春になるとね、桜が咲くというわけで、まあ、3月20日の時点ではまだちょっと桜には早かったですけれど、和歌山市街をこのように見渡すこともできるし、いやー、ここは朝もね早い時間全然人もいなくてね、とても楽しいところでしたよ。で海も見渡せるじゃないですか。やっぱりこういういいところにお寺とか作りたくなんだろうなと、そんなことを勝手に思いました。翌朝の一番最初の電車はこれです。紀勢本線の電車。ここから海南というところまでまず普通列車に乗車し、お水を買いましたね。奥大山の天然水、東日本では北アルプスです。ここから先特別急行黒潮1号に乗車します。新大阪駅からやってきた特急黒潮号、京都から来たのかな。これに乗ってしばらくの間和歌山県の南部紀伊半島まで快適な旅を続けます。まあ、この時はまだ割とお金があった頃だったんでね、特急とかにも乗ってたんですけど、最高時速130キロでみかん畑の中をぶっ飛ばしてなかなか楽しかったですね。川崎重工、そうこの間川崎重工を紹介しましたから、それで映したんでしょう。全然何も聞こえてないみたいですけど、列車がすごく速くて面白かったな。まあ、和歌山県のあまりも完全なね、南部の末端の方まで行くと列車の速度が落ちてしまうんですけども、まあそこそこのスピードで行ってくれてるんで、結構ここら辺は特急に乗っていても乗り応えがあります。海岸線を特急列車でぶっ飛ばす感じがね、すごく乗ってて面白いな、これこそ特急列車、そういう感じがしてくるもんです。さて新宮じゃなかった、間違えました、白浜駅に到着です。ずいぶんなんか老けたような疲れた顔してますね。でもこの時はすごくワクワクしてましたよ。自転車を借りてきてですね、海の際のところまで来ました。まあ残念ながらちょっと天候が悪かったんでね、曇ってしまってこんな見た目になってはおりますけども、白浜、白くて良い浜という字を書きます。ここは日本でも有数のホワイトビーチというんですか、白い砂浜でございます。いろんな人がたくさん集まってまして、3月でもねこんなに海に来る人がたくさんいるんだから、結構すごいことなんじゃないかと思いますが、海もこれほど真っ白、なんでこんなに白いのかと言いますと、まあこの辺は海水温が高いもんですから、サンゴが住まうことができまして、そのサンゴが死んだ後白い砂と、まあ、岩が崩れてですね白い砂になりますので、このようなものがたくさん集まり、そして海も比較的湘南の、まあ、ちょっと黒い暗いような色と比べて随分明るく、まあ、割と外国のような雰囲気を味わえるのかなと思います。まあ、ところがですね、私のお財布事情は大変暗いものでして、全然お金は持っていないということで、この日のご飯、これは日の丸弁当になりました。でもね、デラックス日の丸弁当ですよ。紀州南高梅と、まあ、有名ですけども、パックご飯をですねイートインスペースで温めて、そして一粒100円ぐらいでしたかな、いい梅干しを食べました。さてそれから先また自転車でしばらく移動して、普通はバスで移動するんですけどね、金がなかったから自転車なわけですが、
ここはね、日本で最古とか書いてありましたけど、相当歴史がある。もう普通に千何百年とかの歴史があるらしい、温泉にも行きまして、この温泉もとっても良かった。そこから先、さらに欲張りまして、三丹壁というところまで行きました。海のギリギリ際のところにある柱状節理。まあ、晴れてるとこれなお綺麗だったんでしょうけどね。特に夕方の時間なんか綺麗なんじゃないかなと思いますが。残念ながらですね、そこを欲張ったせいで、乗ろうかなともともと思っていた電車には全然乗れませんでした。まあ、しょうがないかと思います。私が悪いんでね。で、そこから先、じゃあしょうがないから、時間も余っちゃったし、次の電車までね、大幅に時間が空いてるんですよ。やることないから、ここ海が近いしね、もしもそこで何かとんでもない大津波とかが起こったらどうしようかなと、まあ、東日本大震災の教訓も生かしてですね、旅行先の避難訓練というものをやってみることにしました。駅に、ここからこっち方面に何か津波が来るときは避難してくださいねっていう道順が書いてあったんで、行ってみたんですけど、結構きついですよね。駅の裏手のね、ところ山の上に登ってくださいって言うのは簡単なんだけど、そしてまあそれ以外に手段もないからしょうがないんでしょうけど、こんなところに駅でなんか津波警報で列車が停車した場合は避難して登ってこなきゃいけないのかということを考えると、いやー、なかなか津波の時の避難というのも一口には言えないもんだなと思いました。さて、白浜駅から先、もう一度特別急行に乗車。まあこれはね、多分これしか列車がなかったんだと思うんですよね。お金がなかったから特急とか乗りたくなかったんですけど、まあしょうがないということで900何十円か払ったかと思います。この列車ね、ロビー室みたいなのがついていて、海向きにこんな良さげな座席がついてる。あの座席の紹介はしてなかったですけどね。で、さらに足元のところにも窓がついてまして、まあ、これでスピード感とそれから景色の広さなどを味わうことができる構造です。なかなかいい感じですよね、これね。あ、こんなにいいやつだったんだ。久しぶりに自分で見てみて、ああ、よくできてんなと思いました。この車両はね、オーシャンアロー型車両ということで、現在でも特急黒称号で使われているやつですんで、まあ、よければ皆さんも乗ってみてください。私も好きな車両です。さらに、紀勢本線を東へ進みまして、列車は新宮に到着しました。ここで JR 西日本は終わりです。これより先は JR 東海に入ります。名古屋までひたすらの乗り換えが必要になりますが、まあ今日は名古屋まで行きませんけれど、なんと新宮の駅でですね、地元の、まあ、何の職業してるか言わなくていいか、まあ、親切な方がですね、たくさんスーパーのこの買い物、これを詰まったものをですね、私に持ってきてくださって、栄養のあるようなかぼちゃとかですね、お惣菜とか、それから地元の名物のサンマの寿司とか、たくさん持ってきてください。いや、本当にありがたかったですね。でもう私この時特急のせいでね、食事とかもう夜全然できないなと思って、スーパーですっごい安い食べ物かなんか買ったんですけど、いや、これで一気に豪華な夕食になりました。列車は三重県の滝野駅に到着しました。もう熊野とかそこら辺は全部過ぎてしまいましたけれど、そこからさらに普通列車にしばらく乗って、三重県庁の所在地、津市、確かここ津市内だったと思います。高茶屋という駅に到着し、本日は終わりです。まあ、なぜここまでなのかというと、ネットカフェ安いのがここに近くにあるからです。ネットカフェに従う旅、次回もお楽しみください。ありがとうございました。